機織り機っていうなんですけど、ここにみんなが作ってくれた紐をどんどんこう入れていって折っていこうかなと思います。ちょっと一回、みんなで説明しながらちょっとやり方、使い方をねちょっとこう説明していきますので、こっち側からさ、ピッて投げるからキャッチして行きますよ。ちょっとね、うまく俺投げれるかわかんないけど、行くよ。はい、行きます。よいしょ。あ、全然投げないキャッチして、はい、で、引っ張ってもらって、ここのね、隙間、ここの隙間に横糸を一回入れます。で、もうちょっとギュッと引っ張ってもらって、で、ここまで持ってきます。でね、こっちまでね、こうトントン持っていきたいので、そうこういう風に叩いて、板をちょっとこう扱いますを上にグッと持っていきます。で、そうするとさっきね、この糸がこの上下逆になって、この糸が分かりますかね、ちょっと見てもらっていい、この糸が絡まったでしょ、そう挟撃して、これでか、ね、動かなくなる。あ、いいぞいいぞ、上手上手。はい、じゃあ先に、あ、ちょっと待ってね、こっちじゃないけど、棒ゲット、あ、大丈夫ですか、はい、あ、すいません。で、この棒でさ、これをさ、ここぐらいまで叩きたい。それもこっちでトン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 って、そんな感じで、こういうものが、このタイミングで一回ちょっと入れようかな。じゃあ自分でちょっと一回入れてみましょうか。はい、これは誰の紐ですか。これはちんちゃん。あ、ちんちゃん、はい、本日はありがとうございました。